ちょっと付き合ってくんない？別に無理にとか。スッキリ入りまーす！おお、それ先勝たせば。あ、ブロッコリー1号2号。夏合宿の時から近寄りがたかったけど、何を考えてんのやら。イメージより普通だなって思ったんで。日向くんってリベロじゃないんすか？え、俺リベロに見える？渋うまげに見える？いや、というわけじゃないんすけど。はい、そうかよ。お前が撃つな、俺が叩き落とす。ストレートから空きすぎ。だって絶対クロス打ってくると思った。自分のブロック連と称して俺にスパイクを打たせてくれようと。違う。そうすか。じゃあもっとビビれよ、驚けよ。初見からすっとへーみたいな顔しやがって。プレーを見てビビる。そこまでが一連の流れなんだよ。なんかこっちもめんどくさい人だ。ドリンクソイ。サンキュー。あれ、俺のタオルソイ。ああ、そうそう、そっちに置いたんだ。サンキュー。おいおい、もっとがむしゃらにやろうぜ。ああ、すまん。くそ、グリミックソ。すげえ見てくる。まあ確かに俺は影山がいないと若干な本領を発揮できないみたいなとあるけども、俺はでかいだけだ。うおーい、どけってなんだお前。お前2メートルってすんげえだろ。もし必殺サチンサーブか身長2メートルどうか今すぐもらえるっつったら世界2メートルだね。だってサーブは頑張れるけどローは頑張るも何もねえし、とにかく2メートルなん一番最高にマックス、すげえ才能だろ。くわーでっけえな。ヘイ客さん、ナイスキー。ヘイ、なんか増えた。